会,会見で反省と謝罪。9回やや9ファンを、あ、と言わせる電撃トレードだった。20日の午前中に日ハムと巨人の両チームが中田の無償トレードの成立を発表。中田は濃紺のスーツ、ネクタイ姿で入団会見に臨み、反省と謝罪を口にして、新天地での一からの出直しを誓った日ハムのチーム内で、 暴力事件を起こして、無期限出場停止処分中だった、中田翔、32、が20日、無償で巨人に、電撃移籍した。巨人の原辰則監督と日ハムの栗山、秀樹監督のホットラインで自らが、毎ュとはいえ選手生命が絶たれかけた中田に、再チャレンジの舞台を作ったもの。早速中田は、この日一軍の練習に合流。今日日の横浜 DNA 戦から一。 軍選手登録される予定だというが、早すぎる復帰などに賛否の声が飛び交っている。巨人の大物 OB である球界応募者の広岡達郎氏に意見を聞いた。日ハムがチーム内の同僚選手に暴力を振るったことを理由に中谷に無期限出場停止処分を下したのが11日。4日に函館で行われた横浜 DNA とのエキシビションゲームの前に後輩選手を殴り、 その選手からの訴えがあったため、中田や周囲の選手、関係者から事情を聞いた上で、統一契約書、野球協約に触れる行為だと認定して、厳罰を下した。その後、栗山監督が、このチームでは、プレーを続けるのが難しいと事実上の戦力外で、あることを明かすなど、挙手が注目されていたが、 巨人の原監督が救いの手を差し伸べた。中田は遺跡会見で反省と謝罪。9回やや9ファンを、あ、と言わせる電撃トレードだった。20日の午前中に日ハムと巨人の両チームが中田の無償トレードの成立を発表。中田は濃紺のスーツ、ネクタイ姿で入団会見に臨み、反省と謝罪を口にして、 新天地での一からの出直しを誓った衝撃的なトレード発表は大きな波紋を広げているが巨人 OB でヤクルト西部で監督も務めた球界大御所の広岡氏はこの発表を聞いて呆れたという日ハムがチーム内の同僚選手に暴力を振るったことを理由に中谷無期限出場停止処分を下したのが1日4日に函館で行われた 横浜 DNA とのエキシビションゲームの前に後輩選手を殴り、その選手からの訴えがあったため、中田や周囲の選手、関係者から事情を聞いた上で、統一契約書、野球協約に触れる行為だと認定して、厳罰を下した。その後、栗山監督が、このチームではプレーを続けるのが難しいと事実上の戦力外で、あることを明かすなど、挙手が注目されていたが、 巨人の原監督が救いの手を差し伸べた。中田は会見後に東京ドームで行われた横浜 DNA 戦の試合前練習に合流。今日21日から一軍登録され、巨人の中田としてデビューする可能性が高いという。なぜ天下の大巨人が中田を獲得したのか、本当に巨人が中田を救うべきだったのか、との疑問が浮かぶ。私はこのトレード発表を聞いて、正直、 呆れてしまった。反対だ。トレードが決まった経緯や理由はよくわからないが、おそらく栗山が原に一生懸命頼んだのだろう。原は俺が再生してみせるという覚悟で獲得を決めたと思う。だが今このタイミングで引き受けるべきだったのか。昔から表に出ないチーム内の暴力事件というものはプロ野球界にはあった。理由がどうであれ それを簡単に容認するような野球界であっては、ならない。要するに甘いのだ。日ハムが、無期限出場停止処分を下したのは統一契約書、第17条、模範行為、違反で、野球協約第60条、1、この規定に該当するものと認定したためで、NPB コミッショナーからも、出場停止選手として公示された。それが遺跡で、チームが変わった途端、 わずか9日で処分が解除されたことになった。一部のファンからは批判の声が出ているが、広岡氏も同意見、そして広岡氏はこう厳しい意見を続けた。戦力としても中田が逆転部位の切り札になるとは考えにくい。中田には過去にタイトルを獲得した経験と今の巨人に欠けている長打力があるが、昔の名前では通用しないのだ。今期の中田は、 開幕から調子が上がらず、ここまで39試合出場で打率、193、4本塁打、13打点と低迷している。腰痛にも悩まされ、ファーム落ちも余儀なくされた。昨年は31本塁打、108打点の成績を残して、4年ぶりに打点タイトルを獲得。本塁打タイトルも、楽天の浅村栄とにわずか一本差に迫るなど、 復活のシーズンを送っていたが、一転して、苦悩のスランプのシーズンとなっている。さらに、広岡氏は、中田という選手が入ることで、また何人かせっかく育ってきた生え抜きの若い選手の出場機会が減り、若い目を摘むことにもなってしまうと危惧する。今季の巨人の一塁は主に、中島、ウィーラーが守っているが、中田が一塁で起用されることになると、また押し出されてしまう若手が出てくる。 チーム内競争が激しくなるのは歓迎すべきことかもしれないが、早抜き育成の妨げにはなる。しかし、原監督は批判の声が出ることを承知の上で、中田という野球界の逸材の未来が閉ざされることを懸念して再チャレンジのチャンスを与えることを決意した。過ちを犯した選手が一から出直すチャンスがあるのも、プロ野球という実力の世界の魅力だ。親分肌の中田は、 真面目で心、有識き男。暴力行為は絶対に許されるべきではないが、本当は正義感の強いアスリートなのだ。大御所も中田の新天地での再生に、辛口のエールを送る、新たで。お伝統とする巨人は、茶髪やヒゲなどはアウト。私生活での行動も含めて日ハムと違って、あらゆる部分に厳しさがあるチームだ。そういう意味では、 自分勝手はできないし中田が再生するチャンスのあるチームではある中田はダメなら終わるくらいに気持ちを入れ替え野球人生をかける決意で取り組まねばならない再生のポイントは原監督とコーチ陣の指導力だという大事になってくるのはコーチの存在だ日ハムは栗山以下コーチが彼のやりたい放題に放置したからこういう事件が起きたいくら実績のあるベテランといえどもコーチが 教育しなければならない。原因か、巨人のコーチが中田と一緒になって野球への向き合い方、取り組み方を変えることができるかどうかにかかっていると思う。本来コーチには選手に幸せをつかませるという役目があるのだ。注目の中、背番号10を背負った中田は、早ければ今日21日にも巨人デビューを迎える。